げん、おー、なんかめっちゃ気持ち悪いな。はい、どうもこんにちは、たかしです。はい、やってまいりました、たかしです。ワンピースチャンネル、今日もありがとうございます。はい、今日も元気に行きましょうぜ。はい、今日はトリクルでございます。行きましょう。はい、やってまいりました、リトルガーデンの最終話15話、ドルドルの館での対決ドルドルはい、さあね、先ほど14話まで僕クリアいたしまして、これから14話、ごめんなさい、また14話行ってどうすんだ15話行きたいと思います。お願いします。さあ、このパーティーで行きたいと思います。お願いします。ドルドルの館での対決。はい、 OK。 さあ行きましょう。ミスター3だろ、ミスター3でどうせぶっ飛ばしてやるぜ。さあ行こう。今10面って書いてあった、ちゃんと読んでなかったぼーっとしてる朝だからぼーっとしてるから、ぼーっとしまくってっからね。しっかり行こう。 OK。 さあ行きましょう。さあ 2面、やっぱ10だね、結構多いですね。多いけども、まあこのメンツなら大丈夫でしょう。バンうわばバンよし、10面ですね、全部で。でも朝だからもう喉がもう声が低い恥ずかしい。さあしっかり行こう。朝でも、朝でもしっかり行こう。朝でもしっかりパーフェクト出さないと。朝からパーフェクトだよ、もう。さあ行きましょう。このバイキング大砲野郎、こいつもしっかり倒そう。こいつの攻撃まで一回も食らってないけど普通に倒しちゃってる。さあ、ごめん、半分ぐらい来ました。あ、この人たち硬くない系ね。昔この人たち硬い系おじさんだったけど最近硬くない系おじさんだった。 OK。 さあ6面でございます。あ、ビリオンズたちがいっぱいいる。そう、俺さ、その右後ろの何、このさ、紫地属性のやつさ、どこでできたっけって言ったんだけど、俺見たんですけどね、あのレインディナーズカジノ、レインベースにあるカジノの支配人で言った。お客様、この街で、この店で暴られてはみたいなやつでね、こいつ出てきた。こいつちょっと興味ある方、何巻だっけな、多分20巻前後だと思うんだけど、21、22ぐらいかな、21かな、21ぐらいに出てくる。うわー、なんか来た。うわー、これマジで手を上下にロブスターさんがいっぱいいる。手を上下にやるロブスターさんがいっぱいいるぞ。硬いんだよね、これたち。落ちた人います？これどうなんだろう、これ進化素材なんだろうね。まだ全然どんな感じで使ってるのか分かんないんだけど、新しいキャラなのかな。今日この後おつる散歩がやるんですけど、おつる散歩、おつるさんとかの進化素材とかだな、分かんない。ガープとか、あ、ガープとかの進化素材でありそうでね。確かにありそうや。全然貫通しないもん。うん、めちゃくちゃ硬い、この人たち。超硬いわ。硬すぎ。これ貫通すんのかな？あれ。しなそうだよね、なんかね。もうわかんないけど。まあ普通に倒しましょう。まあ、貫通は諦めて。できるだけコンボを置く。もったいないけど、使っちゃいます。さあ行きましょう。めっちゃ泡吹いてる、かわいそうだないじめてるだけじゃんさあ来ました、8面でございます。さあ OK。 紫のなんか新しい人たち、もじゃもじゃやりくんもじゃもじゃやりくんとボクシングハゲおじさんとカーベル、カーベルってなんだ、片手だ、サーベル片手膝ってくるなんだよそれ我ながら意味わかんない。さあでしょ、次だっけ、次でボスだよね、もうね。余裕だべよ、こっちで出てください。 OK。 さあ来るかな朝だからイガイガしてて。さあ来た、ふわははははよく来たね、ミッキーで。おお、来た、ようこそドロドロの館なんだこりゃ、やべえ。さあ私がどこにいるかわかるかね、わかるかね、これだ、金だけ俺似てんのわかるかね、心臓一つきにしてやるがねがねと金しか俺似てないわこれ。さあ来ましたよ、ボッチ出現、ボッチ出現。おー、なんかめっちゃいる気持ち悪いな、
必ずトラップ。うん、気持ち悪ミサイルめっちゃいいんだよ。キモ、やばいやばい、全部、あーやばい、全部マイナスになっちゃった。はっ、これ待って、全員で先制攻撃やってくるの。よく来たな、ようこそドルドルの館へ。わかるかね。あ、先制攻撃ってお前がやるのか。これどうしよう、知念やった方がいいかな。これなんか意外とちゃんとしっかり倒さないと強い気がするんだよな。これ本当に本物1個とかパターンかな、わかんないからちゃんとやろう。とりあえずクロさんお願いします。いや、これ食らったらヤバそうな気分もするな、なんとなくだけど。食らって死んじゃったら嫌なんだね。一応ストップさ打っとく、溜まってるしね。せっかく溜まってるから出とくか。お願いします。念のため、どうしよう、ゴールデンウィークから倒した方がいいのかな。まあいや、わかんねえ。とりあえず普通にゴールデンウィークの表示になってるし。やべ、スロット半減してるし、すげえよこれ。 OK、 あ、でも弱いね。大丈夫大丈夫、これは楽に倒せそうだ。先に黒を抑えるってことか。いいよ、あ、余裕そうだ、結構余裕だ、結構余裕そうだ。よかった、攻撃食らなくて。1体ぐらい食らっとこうか。1体ぐらいどのうち残しちゃいそうなんで、1体ぐらいは参考までに食らいたいと思います。よいしょ、どうしよう、でも1体あたり5000とか食らしてこないよね。クソ強いな、そしたら嘘っぺなきゃ絶対勝てねえじゃん、そしたら。それじゃあこいつだけ倒そう、こいつだけ倒して一発食らいます。一応じゃあこれだけ倒そう。はい、オッケー。一応じゃあこの一人のこのミスターするだけ食らうね。強いかな、まあ強くないね。一人当たり1300がやっぱあんだけ人数いるから、大人数の時強いよって話だろうね。まあ余裕でしたね、やりました、オッケー、オッケー、余裕でございました。で、やりました、ドルの味方。ゴムゴムのスタンプで決めるやつで、カンってやつ。うわ、やべえ、見れるのかな、あるかな、そのムービー。とりあえずクリアしました、ありがとうございます。ちょっと朝なんでちょっとゆっくりめです。喋んの。やりました、石ももらった、やった、よし、調合館、ありがとうございます。クソジジイの館。あ、俺それにしよう。はい、やりました、ムービーで入りました、ありがとうございます。待って、次アラバスターやべえな。あ、違う違う、チョッパー、チョッパーバカ、うわー、豪快だ。おお、気絶していたようだ。てにー、やべえ、よくぞ生きていた、生きてくれていた親友よ、ガバババババ、今日はなんと素晴らしい日だ。いやー、やべえ、やばいよ、もうこの後やばくね。あの、じゃあ、ミスター3倒すあれはないんだね、見たかったんだけどな、まあいいや。サンジ間抜け面だな。エロコックだな。サンジのこのやっぱ何つうの、裏方って、なんつうんだろう、その頭の切れるっていうか、こっからだろうね多分ね。アラバスタのミスタープリンスといい、いろいろ裏でいろいろ動ける男だですよ、サンジは。お前誰だったらしいですけど。せっかくこういうもん手に入れたんだ。最強だ。丸いおっさんってやからね。ロギー氏のこと丸いおっさんって言うから。残念だが止めはしねえ。じゃあな、もう死ぬなよ。いける。いや、この後暑いよ。ちょっとやばいよ。友の船でだ。ああ、持ってはおけ。あいつらのためならば。やべえ！お、あれおっさんたちだ！うわ、やばいぞ、ここ。ああ、やべえ。お前らは決死で我らの誇りを守ってくれた。ならば我らとて、いかなる敵があろうとも。かっけえ！友の海賊旗は誇りはってんだけど、確か決しておらせぬ、やべえ、超かっけえ、我らを信じてまっすぐ進め、たとえ何が起ころうともまっすぐにだ、やばい。
でけえ。わかった、まっすぐ進む。うわ、来た、出たか、島食い。やば、超かっけえ、この二人で。この、確か島食いの出す糞が、島だと思われちゃって、何もない島っていうのね。確か最初に、ミスオールサンデーがくれたエターナルポースター、そこのエターナルポースターだったんですよ、確かね。やべえ、来た。我らに突き通せぬもの、血に染まる蛇のみよ。かっけえ。エレバフに伝わる巨人族最強の槍を見よう。うわぁ、ドーン、破壊。やべえ、でっけえ、マジで。うほー、飛び出た。やべえ、戦士の力、さあ行け、ギャ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 ガバババババババ、やばい、もうあっぱれだ、あっぱれだ。でかすぎる、この二人は。かっこいい、すごい、やばいわ。さあ、という、お、5個ももらえた、やりました、リトルガーデンクリアして5個ももらいました、クリアしました、ありがとうございます、やった。さあ、やった、ドラム王国。もうやべえ、もう今それだけちょっとうるっときちゃった。やりました、はい、というわけで、リトルガーデンクリアいたしました、あれです。はいね、次はドラム王国。まあ、ドラムとアラバスタがあるって、もうちょっともう助けて。だってこれからクロコダイルとかも出るんでしょ。はい、そんなわけでまたワンピースに関する情報、トリコに関する情報を上げていきたいと思いますので、また動画見てください。はい、じゃあ今日はそんな感じで終わりにしたいと思います。今日も動画見ていただきありがとうございました。はい、じゃあまた動画見てください。それじゃあバイバイ、高橋でした。明日も頑張っていきましょうぜ、バイバーイ。破国。かっこいい、うーん、エルバフの戦士。はい、どうもこんにちは、たかしです。はい、やってまいりました、たかしです、ワンピースチャンネル、今日もやります。はい、今日もトリックです。